信頼ないるエメリー・メイソン。に月きまで休みにくどいていましたが、あなたのことを考えずに帰られませんでした。私たち外省に過ごした時代を考えると、私はすぐにあなたがいなくて寂しいです。私はふるさとと呼ぶコミュニティに戻ることを約束しましたが、 このメッセージをすぐに作りたかったのです。私たちはお互いを知り合って以来、心からあなたを愛しています。私はあなたについていつのことを学んだので、私たちがいくつかの辛い時を過ごしたことを理解しています。あなたが私に最も甘いものを言うために、 私は、私たちが、一、二のキスを共有するときはいつも、私は震えてかすかに感じて明るい赤に変わります。私はあなたがクースクス笑う方法が大好きです。私たちがこの世にいるときは好きですが、あなたが幸せでる限り、 私は幸せです。私はあなたを愛し、あなたが幸せになってほしい。私はあなたが強く断固とした、そして勇敢なままでいることを望んでいます。世界の否定性があなたを失望させないでください。どんなに人生が厳しいように見えても、 常に立ち直ってやり直してください。それは私がずっと前に学び、今でも考えていることです。あなたもそれを学び、強い人生を送れるようにしてほしい。物事は最初は不快に思えるかもしれませんが、少し時間を置いてみると、物事が それほど快適ではないかもしれないことに気づくでしょう。物事になれるのは難しい作業ですが、勇気と決意を持って何にでもなれることができます。ソプラトンが登場する前に私たちが衝突したにもかかわらず、私はあなたに声をすることに あれましたその機会に謝罪を受け入れてくれてありがとう。私は心からあなたに声をしんながら、すぐにあなたに戻りたいと思っています。私はあなたを愛しています、エメリー。私はいつもあなたを愛していて、私はいつもそうします。どんなに厳しい人生であっても、最高の人生を送り、 続けてください。あなたの愛とご風呂が私を動かし続けます。心からシートレックス。どうしてるお兄ちゃん。